はい、お便り会でございまーす。いきます。はい。林さん、岸本さん、都市ボイズチャンネル、いつも楽しく拝見させていただいております。ありがとうございます。えー、大ファンで動画を視聴するのが毎日の自分の楽しみになっております。こちらこそ。<laughs> 取材の、えこちらこそは違うくらい。<laughs> え、取材こちらこそ、僕も見てますということですよ。ああ、そうか僕も見てます、あなたのこと。<laughs> いや、出してないでしょ、何も。<laughs> 出してるかもしれないじゃん。<laughs> うん。あなたのこと見てますよ、いつも。 はい、えーはい、取材の話の動画がよく好きで見ているのですが、えー、地元で体験、地元での体験が不思議で、なおかつ恐怖体験もあり、なかなか地元に帰ることがなくなったぐらいですと。ぜひよかったらネタの一つとして送らせていただきましたと。そんな怖いんだ。ええー、自分の地元が長崎県佐世保市なのですが、<laughs> ちょっと遠いな。 長崎県 <laughs>、長崎県自体がわくつきの場所がかなりあります。その中でも佐世保の実家の近くにある昇寒岳という山があります。うん、その山での自分の恐怖体験です、えー。山の頂上付近に泉があり、泉の奥に神社があります。山の神様を祀っていると聞いたことがあるのですが、友達の家に泊まったある日のこと、夜中、 なかなか寝れなく喉が渇いたので自販機を探しに行った時時間は確か0時過ぎだったと思います山なので自販機もなかなか見つからず歩いているとい湖を発見しましたその場所を通った時怖さよりも寒さが先に背筋に伝わり明らかに空気感が違うのを感じ歩いていた時拍手みたいな音が湖からこだましてきました怖いねえ 眠いからかな多分寝ぼけてるし夜だからかなって思っていましたが、また拍手が。そしてまた辺りを見ると湖から音が鳴っている気がして、確認すると湖のすぐそばに明らかに変な木が一本だけ立っていて、そこに誰かいる気配がしました。うん、湖から拍手みたいな音、木の横に人がいる気配、その恐怖にビビり、 その場から離れたくなり、うん、一目散に全力で走って逃げました。うん、走りながら離れようとした時、おじいさんみたいな人が木に寄りかかっていて、すごい行走でこちらを睨んでいました。怖いね。それが何度も何度も見返しましたが、こだまする拍手なんだ、ここと。と、ちょっとずつ時間が経つ前に、怖さが増し、逃げるのに必死でいつの間にか違う場所に、 そしてここどこだと分からなくなる始末その場所付近を見たら変な鎖の階段を発見しました、うん、またなんか不気味だなと思い上を確認したら神社らしきものが見えます、うん、え何この角度ほぼ垂直なんじゃないかって鎖を登った先にあるものが怖いと思ったその時後ろに気配が、うん、えっと思い見たら明らかにおかしい白いもやが人型になって後ろに立っていました もう恐怖でおかしくなり、その場から走って逃げ出しました。それから迷っているのと怖さでぐるぐる山を回り、やっと友達の家に、夢か現実かわからなくなるぐらいでした。時計を見たら2時前、え ?2 時間近くもさまよっていたのと思い、眠れずに朝になりました。無事に帰ったので安堵しています。あれから夜にあの山に行くことはなくなりました。 友達も体験しているらしく、あれは何だったのか未だにわかりません。召喚け自体よくわからない山で、湖、神社、そして辺りにある、えー、土石、な、謎が多い山です。ぜひ、うんえー、よかったら見てみてください。えー、他にも体験しているので気になったらまた、えー、送ります。ということでいただきました。はい。えー、長崎県の佐世保の召喚岳っていう山うん、ね、ええ、ね、知らないな行きたいな、でも。 湖の奥に神社があるって、なんかたまにあるけどね、うん、あるある、うん、ありますよ、これ、山を、山の神を祭ってんのかな、鎖のさ、あの垂直のところの階段っていうのもあるよね、うん、あ,るあ,るあるし、登ったこともある、結構、あれ、あれどこだっけ、なんか、<何>えそ,それがあるやつ、結構有名なとこ、えっとね、投げ入れみたいなやつ、そうそうそう投げ入れ堂みたいなのとか、あれは鳥取。うん 鳥取かあれ、ねうん、鳥取もありますしあ,<ー>あと山形もあるしあそしだ山形だ俺知ってんの、うん、山形もありますね出羽三山うん、うん、あと僕らが行ったのは三峯、うん、三峯ももうすぐあったね,ね垂直やったあのでもおじいちゃんおばあちゃんがスイスイ登っていく中うん、うん、もう足腰痛っておじいちゃんおばあちゃんが見えんくなるの結構つらいね 行くの怖いもんね、一発目に。どういう速さやったよ、でも。うん。もう、もう、ついていけなかったもん。速すぎて。慣れるってあるんだな、そういうの。あるんじゃないなるほどね。うん、まあでも、確かに、場所的には、なんかありそう感はありますね、この感じ。面白いな、面白いな。行ってみたいな。うん、えー、ありがとうございました。す。じゃあ、ちょっと、違うタイプの行きましょう。はい、はい。えー、サブリミナルオニババーについて。 いただきました。知らないかそもそも。久保さん。いや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 タイトルいや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 タイトルタイトルいやいやじゃなくて俺俺なのいやじゃない。いやもうそういうのは後からわかることが多いから聞いてくれればいいから。久保さん林さん林さんの奥様こんばんは。こんばんは。はじめまして。いつも楽しく拝聴拝見しております。ありがとうございます。オカルトネームモフルモノと申します。モフルモノはいはい。 えー、この体験は私にとって唯一に近い謎めいた体験なのですがこれまでに一度として他人に話して納得されたことがなく<ー>いつしか自分の胸の中にだけしまっておりました、はい、しかしながら最近ふとトシボーイズのお二人ならばもしや何か知る,知るやかもしれない知,知っているかもしれないからこの度は勇気を持って書き始めてみた次第です えー、よろしければ最後までお付き合いください。はい、あれは今から25、6年ほど前のことです。うん、当時高校生だった私は家族と暮らす家の自室で一人大人気バラエティテレビ番組 SMAPSMAP を視聴していましたスマップスマップって言え。わかるわ。<laughs> 大人気視聴バラエティじゃ言わなくていいよ。スマップスマップって言えよ。えー 視聴していたそうです。<ー>大人気バラエティテレビ番組、スマップスマップを視聴していました。スマスマでわかるよ。いつも通り大変楽しみながら食い入るようにテレビ画面に集中していたところ、うん、スマップメンバーのカトリ君の顔のアップが画面に映し出された瞬間、うん、それは起こりました。<何>確かにほんの一瞬、とにかくほんの一瞬だけ、うん、カトリ君の顔アップ映像の合間に、 うん、恐ろしい行僧の鬼ババアの顔が画面いっぱいに映し出されたのです。真っ白な画面の中で真っ白なボサボサの長い髪を逆立てた真っ白い顔の老婆が、血走った両目をカッと見開き、裂けたような真っ赤な口を大きく開けていました。うん、当然とてもびっくりしましたが、私は当時、奥山和義監督かなの映画、乱歩、 でサブリミナル効果について知っており、即座にこれはいわゆるそれに違いないと確認し、スマスマでサブリミナル、サブリミナルと自分の発見に大興奮しました。もちろん翌日の私は、旧友たちに同じものを目撃していないか、喜び遺産で聞きまくりました。が、結果はゼロ。 その頃の女子高生でスマスマをリアルタイムで見ていないものは少なくとも私の周りにはおらず、決まって翌日はその話題をペチャクチャとおしゃべりするのが定番であったのです。うん、あまりにもはっきりと目にしたため、私はどうにも腑に落ちず、その後の人生でおそらく10年間くらい、そのサブリミナルオニババーについていろんな方に見たか覚えはないのかと尋ねたと思います。うん ですが結局誰一人として見覚えのある人物は現れませんでした。できるならばこのことについて何か知っている、もしくは同じ体験をしたという方に会いたいと思い続けて、早25、五6年。うん、そんな私もいつの間にか結婚をし、こう儲け、そのような体験とは無縁な日々を忙しく暮らしております。はい、けれど、ふと時々思い出すのです。サブリになる鬼場は、あれは一体何だったのか。残念ながら未だに真相を知ることができないままです。うん 以上が長くなりました。私の唯一の謎体験です。このような読みづらい文章を最後までお読みいただきありがとうございました。はい、これからも都市ボイズお二人のますますのご活躍を、えー、心より応援しております。はいえー、もふるものより <laughs> PS。ちなみに鬼ババアの容姿ですが、うん、昔松本人志さんが松ごっつでやっていた、この際一度鬼ババになってみようのコーナーの時の鬼ババの紛争に似ていました。超懐かしい。はい。 ということでね、いただきました。懐かしい <laughs> いいんでそこの感想じゃねえんだよ。一度もあの芸能人が来なかったやつね。<laughs> うん。あのーうん、結局最後までね。 一人ごっつでやってたんだ、最初。そうですね。募集して、またね、松ごでとかスタッフさんとかもね、プロデューサーさんとかもやってましたからね。誰も来なかったっていう。懐かしいな、その話。サブリミナルオニババーの。リミナルオニババね。話をちょっとしたいと。まあだから、大人気バラエティのね、スマップスマップ。スマップで、スマップスマップでのよ。やってるから、まあ、 スマップの香取くんの顔のアップの瞬間に、鬼ババアが、これって意図的にやった可能性なくないないでしょ。なんかそういう遊びしそうじゃないスマップスマップで。だとしたらさ、ネタらしないスマップスマップ。ップすると思う、するともでもそれしてないんでしょこの日だし、その次の日に友達と会った時に言わない、うん、その話。 大人気ね。バラエティスマップスマップでさすがにそっか一人二人ぐらいは気づく人いるよなそうそうでしょでもそれがないってことはやっぱり自分しか見てないのようんあと「乱歩」っていう映画クソつまんないよねいやいや俺見てないわマジで江戸川乱歩の話ってことそうあのモックン出てたやつねうんマジで思んなかったわどうでもいい話ですけどでおばあさんがテレビに映り込むっていうのは実は結構 ない話ではないじゃないですか写真とかさそういうものにさ、えー、とテレビのあれにおばあちゃんが映り込んでるみたいな結構あるじゃないあるある、うん、だから僕はそれを見たんじゃないのって思っちゃうだから写真で撮った時は、うん、その映り込んだ瞬間をたまたま撮ってしまったっていうだけであってあなたは、えー、とカメラじゃなくて映像,そう映像で見たっていうだけの話でって自分の目で見たいだからない話じゃないと思いますよなんだろうねだからそれ 意図がなんかあんのかな意図うん。意図はわかんないけれども、でも松本さんのあれみたいな鬼ババでしょあれっていないじゃん。めちゃくちゃだって凶悪な容姿じゃない。っていうことはさ、もうめちゃくちゃ悪いじゃん。そうそうそう。そう。めちゃくちゃ悪いあの例だとしたらさ、怖ってなるよね。日本昔話とかに出てくる鬼ババでしょそうそう。あれって、父掘り出してさ。うん。うん。ってことは、なんか、やばいやつだったのかな 画面に映った自らの姿では。黒、真っ黒になる瞬間ね。たまにあるからね。たまにあるから。確かにその可能性あるから。オババみたいな用紙してないですよね。当時、当時女子高生だから。あ、そこじゃ違うね。あ、でもヤマンバの可能性あるわヤマンバな。ヤマンバギャル。20年前って言ったらさ、ちょうどそうじゃん。そうだよ。ヤマンバだ。うん。自分じゃないあれマジでそうなんじゃないの自分の顔をちょっと一回思い浮かべたら。うん。ヤマンバギャル。当時やってなかったヤマンバー。 やってなかったらもうあのお手上げですこっちはいやいやいやもう普通にでも映ることとかってあるからね <laughs>、うん、あのテレビに普通にあるとかじゃなくて普通っていうか聞いたことがあるレベルではあるってことだよねそうそう僕も思ってますけどねその、うん、おばあさんが映り込んでる写真は持ってますけどやっぱ映る人はいるみたいだからね なんか家族の人とかさ、そう,そ,うそういうのは多いじゃん、うん、その話として。ババて聞いたことないよね。鬼柄って敵があるから、うん、なんか違う気するけどね、ねだとしても、うん。まあでも今無事になんかお子さんもいるとかでしょ、うん、なんでまあまあ、まあいいじゃないですか。 今が良ければ大丈夫ですよあのテレビがさ鏡みたいな代わりになって、うん、昔はてそう鏡っていうのに霊とかがたくさん映るんですけどう、ねうん、今ってこうテレビとかに映り込むパターンもあるらしいんですね,ね鏡じゃなくて、うん、消してる時とか一瞬暗くなった時に自分が映ったりするじゃないうん、うん、だそれが、まあ、鏡の役割になっちゃって霊が。 移り込むっていいうパターンがあるらしいのよそれで言うと妖怪とかで言うと雲外境とか鏡系の妖怪とかもいるからそれなのかもしれないですね、うん、なるほどね、うん、あり得る <laughs>、うん、じゃあ次いきます締めた強引ええ意味野菜についていただきました移民野菜ええ岸本さん早瀬さん早瀬さんの奥様こんにちはこんにちはチャンソラと申しますチャンソラさんありがとうございます、えー おからじさんとのコラボ会、サムネイルの林さんのかっこよさに驚き、お話にも魅了されて、そこから都市ボイズチャンネル、都市みなきともに楽しく視聴させていただいております。もっと聞かせて、その話。でもう、ね、ない、俺で終わり。私は霊感などなく、はい、面白い体験もないため、なかなかお便りできませんでしたが、はい、少し気になることを思い出したのでお便りします。何でしょう えー、私が子供の頃住んでいた家は庭がかなり広く、また隣町にも田んぼ、えー、一貫分っていうのかな、これ。田んぼって一貫って、あの、半数の半うん。一貫<旦>。一貫って呼ぶかな一え多分一貫だよな。うん。田んぼって一貫ってでも、言わないあ、わかんないわかんない、これ。まあ多分い一貫分ほどの、えー、は畑を持っていて。ため。 一旦っ,って長さだから、ね、そうだよね。だ長さではあるよね。うん、えー、だちっちゃい畑ってことかなの、<ー>多分。農家ではありませんが、規模の大きい家庭菜園のようなことを祖母がしていました。はい、えー。その年、何を育てるか祖母が計画していた時に、何か育て,育てたいものはあると私に聞いてきました。うん。その頃の私は、キュウリの塩もみが好物だったため。あ、うまいよね。キュウリがいい。 と答えました。はい、そうすると祖母は、キュウリはあんまり良くないな意味野菜だから。<え>作ると誰か病気になるって言われてるんだよ。そうなんだ。と言いました。その頃私は幼稚園の年長ぐらいだったと思いますが、野菜を育てただけで病気になるなんてことがあるわけがないと思って、うん、それでもキュウリがいいとごねました。<laughs> 困けした祖母がキュウリの苗を買い、その年の夏は家で採れた立派なキュウリを堪能。うん、秋になっても家族は健康そのもので、うん、やっぱり病気になんてならないんだ、うん、と安心したのを覚えています。しかし、とある冬の日に祖母がひどく嘔吐し、救急車で搬送され入院、そこから2ヶ月ほど入院していました。しかし、その当時の私は所詮子供。 そこまで迷信を信じておらず、その後も小学校高学年になるあたりまで2、3回はごねて家でキュウリを育てたことがあります。うん、どの年も次の夏までに家族の誰かしらが病気になり、必ず1ヶ月以上入院しました。うん、この話を思い出してから、意味野菜や野菜育てると病気になるなどのワードで検索したのですが、私の家族に起こったようなことは出てきませんでした。 えー、家庭にまつわる因縁なのか、土地に関する因縁なのかもわかりません。家族に詳しく話を聞きたいところですが、その時一緒に暮らしていた家族は、すでに全員、鬼の席、奇跡に入り、聞くこともできません。うん、えー、お二人は似たような話をご存知でしょうか今は私だけになった家で、キュウリを育てたら、私が入院することになるのか、少し試したい気持ちもあります。うん、えー、長くなりましたが、お目を通していただければ幸いですと。 移民野菜についてのお話でございます知らない移民野菜ってまず俺聞いたことないんだけど聞いたことないえキュウリ育てたらあかんのやったら農家みんな死滅するじゃんキュウリだけのいやいや<え>そのキュウリ移民野菜でキュウリってんだったら死滅するキュウリ以外を育てるってことじゃなくてキュウリいやキュウリ育てたらダメだったらキュウリ育ててる農家死滅するじゃんああそういうことね、うん だからこの方が言うようにその家族にまつわる因縁なのか、うん、土地に関する因縁なのかもしれないとは、うん、要は自分の家族だけはキュウリを育てると何かが起きるっていう意味で言ってたのかもしれないっていうこと意味意味何々」って野菜って初だなこれ多分聞いたの。<味> 前言ってたそのイミッチはさうん、ウリが育たないとかだったじゃんまあまあ育ちづらいとか,か枯れやすいとかそれとこれは全然関係ない話だしさだってあの作ると病気になるだからねだってあれですもんねウリを毎回育ててて、うん、で同じようにウリを育てて違う野菜を入れなかったから、うん、栄養が全部なくなっちゃってウリ育たなくなってイミッチとかって話ですもともと確かあれって。 ああそうだっけでもまあそんな話はあると思うんですけど、ね、調べてみてください、違うかもしれません、うん、でもなんか、ウリとは関係あるんですよね、でもキュウリと、でもそれとは関係ないじゃん、っだって病気になるじゃん、家族の話だから、で、その後だから、ちょくちょくそういう、ねまあ、関係あるかは分かんないけど、それっぽいことも起きてるから、ちょっと気になったとでもあの、あれですよね、霊界とつなぐのって、ナスとキュウリっていうじゃん。 ああ、本当だ。でも、お盆ね。全然関係ないよね。いやいや、まあ。でも俺、これ逆に聞きたいよね。その、おばあちゃんに他にじゃああんのかっていうね。その、やばいキュウリ、キュウリ以外のものダメとかね。すげえ聞きたいな、これ。他の折りかわいいのかとかね。うん。でもまあ、だったら、あれよね。 普通にキュウリ以外を育てりゃいいんじゃないと思うけどね。普通に。そのもう、気になるんだったら避けた方がいいと思うけど。あと、あれなんですね、その、孫が、そんだけごねたら、キュウリ育てるんだったら。その程度なんだろうな。そんな別に実はおばあちゃんも言われてるだけで信じてはなかったってことよね。あんまりね、まあ、ちょっと気持ちは良くないけど、まあ、孫の方が可愛いからってなったんだろうな。ま、あのまま。言われてることよりもね。まあでも、 しばらく大丈夫だったらね、ちょっと関係ないと思うけどな。そうそう,そう。バイアスだと思うよ、その。うん。それと関連づけちゃうっていうだけで。そう思います。ね。ええ。きううまいし。えー、まあ、そうね。うん、きゅうりは別に悪くないと思います、ね。きゅうりなら悪か,かない、えー、全然、<前>みんなで食べよう。ということで、えー、じゃあ次いきます。<laughs> はい、お願いします。岸野さん、林さん、林さんの奥様、はじめまして。いつも通勤。 通勤中の車の中で欠かさずポッドキャストを拝聴。家では YouTube も拝見させていただいています。ありがとうございます。カッパのいる県に住む看護師です。どこ結構あるよ。1、えー、一個じゃないよね。結構あるよ。文才がないため、読み苦しいかと思いますが、うん、私がまだ看護師1年目の夜勤の時の不思議な出来事を聞いていただきた岩手、はい <laughs> まあちょっと、後々わかるかもしれないけど。あ、そうなんですかすみません。いや、えわかんないですけど。はい。えその当時、配属されていたのは小さい病院だったんですかえぇ、病棟は一つ。え夜勤は二人体制で賄っていました。はい。えある程度業務が。東京も出るっていうしな、でも。うるせわ。いや、どこか知りたいんけど。はいはい。ある程度業務が落ち着いた20時過ぎ。 トイレを催したため、ナースステーションにいる先輩に伝え、病棟から50メートルくらい離れた場所にある職員用トイレに行きました。うん、職員用トイレは、便器と手洗い場が一つだけのこじんまりとしたトイレ。うん、いつも通り用を足し、トイレットペーパーを取ろうとした瞬間、急に勢いよく水がジャーッと流れ出したんです。うん、もちろん自分が今座っている便器ではありません。 焦る気持ちを抑え、私はお尻丸出しで冷静に分析を始めました。<laughs> 手洗い場の水道はセンサーになっていたので、まさか誤作動かなそうであってほしいと思い、ゆっくりとトイレのドアを開けると全く流れていないのです。うん、そしてその間もずっと勢いよく水が流れる音は続いており、ふと音の方に目をやると、そこは掃除用具入れの扉。うん、怖い気持ちが爆発しそうなのに、怖いもの見たさで恐る恐るその扉を開けると、 ものすごい勢いで水が流れているんです。うん、水道はセンサーではなく昔ながらのひねるタイプ。うん、しかもちょろちょろではなく水しぶきが出るくらいの勢いです。それを見た瞬間、大急ぎでナースステーションに走って戻り、その経緯を先輩に報告。すぐに二人でまたトイレに確認し行ってみたのですが、その時には水は止まり、周りには水しぶきが飛び散っていました。うん、もちろん二十時も過ぎていたので、 日、勤記の看護師はとっくに帰っていたし、一つしかないトイレを開けて入ってくる音も聞こえませんでした。うん、気持ちのやり場に困りつつ、その日はとりあえず業務を行ったのですが、その日を境に一週間くらい、金縛りや業務中2階の窓を叩く音が頻繁に聞かれたり、不可解なことが続きました。<ー>今も数年に一度くらいのペースで変な体験をすることもありますが、機会があればお便りしたいと思います。えー、お家の内部以上を有利してください。これからも応援しております。 P.S. 松子の知らない世界に林さんが出たときは大興奮してしまい、これが大好きな都市ボーイズだぞとインスタのストーリーにバンバン出してしまいました。<laughs> えー、もちろん番組は保存しております。はい、ありがとうございます。いただきました。看護師の、えー、カッパの剣の方ですね。うん、いただきましたけども。はい、鹿児島かないや、もう、一切答えはわからないままでございますけども。<laughs> でも不思議な話ですね。これでもなんか、 リアルだな、うん、こういうの起きそうな気する、ちょっと。ね、まあ基本的に病院ってものすごいこういう話自体が多い場所だし。多い,多い。あとトイレも多いでしょトイレ多いね。ねだから二つともあるからな個室は多いよね。でもこれさ、可能性としてありそうな誤作動パターンがまずあんまり考えられないじゃん。うん、っていうのは誤作動で 出ちゃってたらもう多分ずっと出っ放しだし。そうす。最初に気づくもんね。うん。で、あの、ね、なんていうの昔ながらのひねるやつでしょはいはい。ああいうのって、あんのかなのネギトロさんとか詳しそうだけどなどういうことあるっていうのが。ん急に流れ出すってことそうそうそう。あの、えー、ひねるタイプでも誤作動ってあんまり見ないじゃん。あるそんなこと。あんのかな なんかでもなんかが摩耗して出るまではありそうだけど、止まるがありえない気すんだよ、そうなると。そうね。うん、これ不思議だなで、その後の、えその後、境に金縛りに一週間会うとか、二階の窓を叩こうと。ね、で、それからもう年に。そうそう、数回別ぐらいで。 んだろうねこれお尻丸出しだしな,な,なきっかけかなそっからずっといやいやそっからそれはもう多分無理ですよねここで務めるのズボン上げたって書いてたちゃんとズボン上げたは書いてないですよね、うん、じゃあ丸出し中なんじゃない今まあでもあのそれはもう行間を読むということで、うん、どうにかならないものなんですかいや書いてないからさ <laughs> ごめんごめん俺サイコパスって言われてるからさでもまあダサいやつね1年目だからまだ上げてないかもしれないそうですねかもしれない1年目だから上げてなくってもまだ1年目だから許してもらえるか注意した方がいいですよ今これねこれ聞いてたら今上げた方がいいです違うよってでも不思議な話ねなんかすっげえリアルだなと思ったなちょうどいい話 そのトイレに入る前から何か実はあったんじゃないの気づかないだけで、うん、トイレがスタートじゃないかもしれないですよねうん、うん、なんか原因があるように思うんだけどな俺もそう思う病院っていうのもあるしこれが最初じゃない気がするなうんね気づかなかっただけなんじゃないちょっと思い返してみると実はあれが最初かもなっていうとかあれが原因かもなっていうのがあったりするかもなって思う、うん うん、というのもなんか、えっ、ー、と、取り憑かれてる人とか、取材とか、電話とかするときに、それって何が原因なんですかねって聞いたら、うん、やっぱ思い返すのよ、聞かれたことに。うん、あ、確かにこれ何なんだろうと思い返すああれが原因かもっていうのを、半分ぐらいの人はね、あれかもっていうのがあるんですよ、思い当たるところが。うんうん、だからこの方ももしかしたら、ね、あるかもしれない。あれかもっていうのが。 へえ。うん、まあ、思い当たるかどうかはね、うん、なんかあれば、このさ、うん、前にあったかもっていうのをね、そうそうちょっと、あればまた送っていただきたいな,なと、ね。で、まあそこからね、どうにかできるかも。まあでも他のね、やつとかも、なんかありそうだから、うん、また送ってください。そうですね、お願いします。はい、ということで、えー、お便り会ありがとうございます。あ,ありがとうございました。一応ちょっと告知がありまして、あの、はい 穂積みあさんという怪奇事件ライターの方がおりまして、そちらの方とえ岸本でちょっとイベントをやらせていただきます。えー、11月18日ですね。こちら、ま、詳細はあのえ、僕らのツイッターなり、えー、ロフト、ロフトナインの方の、えー、ホームページとかにも載っておりますので、ちょっとそちらでチェックしていただければ、はい、と思います。えー、あとはですね、えー、ツイッターなどやっておりますので、はい、最新情報そちらから、えー、ぜひ、 えー、見てください全然何するか全く分かってないんですけど急行、うん、さん DJ 急行さんが司会進行で、うん、で詰切代さんっていう方と僕と木田さん、うん、一回一回じゃない何回か共演させてもらってるんですけど「あの分割百物語」で出られている木田さんがいるんですけどなぜ、うん、か分かんないです名で ひ、えー、コアのナンバーワンを決めようみたいなイベントなんですよ。なぜ、うん、か知らないうちにノミネートされてて、なぜ、うん、か知らないうちに出演なんですよ。うん、だから、もしそこで優勝すれば、<laughs> 僕、一コアナンバーワンになれそうなんで。優勝っていうのがね、ちょっと。そうそう。わかんないですもう、でもなんかその、見てみると優勝でした。うん。一コアを見てみたい人は、ぜひぜひ。しかも、あの、こういう人がいましたねじゃなくて、自分自身がなんで、楽しんでいただけるかなと思います。はい。はい。了解です。はい。お願いします。えまあ、そちらも、え細かい情報はね、はい。ッターとか、ホームページなどで。はい。見てください。シブレロフトナインなので、こちらも。 そうか。渋谷ロフトナインで見ればいいですね。はい。え、あとは、我々ツイッターやっております。そちら、ぜひ、え、情報は、そちらでお取りください。お願いします。あと、ブログございます。過去のアーカイブなど、ぜひ、え、そちらからお聞きください。はえ、あと、メールアドレスございます。toshiboys02atmagmail.com。t o s h i b o y s 0 2 a t m a g m a i l トコムえ、こちら、ご意見、ご要望。え、あとは、お仕事、ご依頼など。 ぜひ、お願いいたします。はい。以上かな。はい。じゃ、締めます。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。イルミナ、イルミナ、イルミナ。あざした。ありがとうございました。